まずはじめにですね、今回の動画に関してなんですけれども、まあ、昨日瑞希の卒業発表があって、でそこから、ちょっと時間経ちまして一夜明けまして、まあ、今回の動画の内容的にその瑞希の卒業発表があって、まだそんなにこう時間が経ったわけじゃなくて、そういう風な気持ちにね、動画の内容的にそういう風な気持ちになれないよっていう人がねもしかしたらいるかもしれないので、そういう方はですね、この動画ここで閉じていただけたら幸いです、というかここで閉じていただくようよろしくお願いいたします。それでは動画の本編どうぞ。ようこそ、どうもそうじゃないそうです、ということで今回はですね、昨日瑞希が卒業発表しまして、まあ、正直ね、僕はまだ気持ち的に、ね、整理できてない部分というかね、ちょっとなんかおやってねなってる段階ではあるんですけれども、まあ、それでも35枚目シングル選抜発表はやってきますよと、いうことで、まあ、瑞希はこの35枚目シングルが最後の参加するシングルになるっていうことで、この35枚目シングルの今日発表したラストとなる瑞希がセンターなのかどうかについてね、ちょっと個人的な意見じゃないけど話していきたいなと思います。まあじゃあまずはね、僕の意見ね、結論から言うと、というか、まあ、僕はこの35枚目シングル最後瑞希がセンターになると思ってるし、なってほしいなと、まあ、願望も込みですけどなと思ってますね。まあやっぱりそれはこうなんだろうな、瑞希ってそれだけのメンバーじゃないですか。僕は最後卒業発表になって、このシングルがね、35枚目シングルがラスト、瑞希の卒業シングルというかになるんだったら、僕は絶対センターになるべき人だなというかね、やっぱ乃木坂46の山下瑞希というアイドルはね、今まで見てきたら最後は卒業センターっていうのをやるべき人だなと、アイドルだなと思っているので、なおかみずきが最後卒業でラストでセンターをやるんじゃないかなと思うし、何より見たいなと、最後もう一回だけみずきの単独センターっていうのが見たいなっていうのがめちゃめちゃ思いがあるので、そういう気持ちが強いので、まあ僕はこの35枚目シングルはやみずきセンターになるんじゃないかなと思ってますね。まあ、ただやっぱりこうね、昨日の卒業発表の瑞希のブログだったりだとか、その公式サイトの卒業のお知らせのニュースのところでは、まだ確定はしてないっていうところで、その最後のシングルだよっていう、最後の参加だよっていうのは ありましたけど、そのセンターとかっていう記載とかはねもちろんなかったので、まだ全然確定してない、どうなるか分かんない、この35枚目シングルセンターが瑞希なのかどうかっていうのはまだ全然分からないっていう状況で、でまあ、過去ね、その卒業センターをやるんじゃないかというかと思われてて、まあ、やるんじゃないのっていう中でやらなかったメンバーで言うと、やっぱ一番は生駒ちゃんですよね。生駒ちゃんは20枚目シングルシンクロニシティがラストのシングルだったわけですけども、そこでは、マイヤンがセンターで生駒ちゃんは裏センターという立ち位置でラストのシングル参加っていうね、感じになったので、だから本当にそういうケースもある、卒業最後のシングルだからってこう卒業でセンターをやらない、卒業センターをやらない可能性っていうのももちろんあるし、こうね、瑞希だったら今後の乃木坂のためにそういうこともするのも想像はできるというか、本当にどうなるか分かんないのかなって思うんですけど、まあでもやっぱりね、さっきも言ったように、まあ正直ね、その卒業センターっていうのを、まああまりこう好んでない人っていうのもいるのかなとは思うんですけど、いやそれでも瑞希ですよ、皆さん、瑞希ですよ、瑞希はやるべきでしょ。今までの瑞希の乃木坂46での活動を見てきたら、最後絶対やってほしいなって、センター立ってほしいなって、最後は卒業センター立ってほしいなって思ってたと思うんですよ。多分みんな思ってるんじゃないかなって思うので、本当にやっぱ瑞希はそれだけのことをしてきたというかね、それだけのメンバーだと思うので、さっきも言ったように僕はセンターになるんじゃないかなと思うし、瑞希が最後センターになるんじゃないかなと思うし、センターになってほしいなっていう気持ちがねめちゃくちゃ強いですね。はい、まあそんな感じで、まずこんなこと言ってますけど、もうね、何時間か後、この動画の出てる何時間か後にはね、乃木坂工事中で選抜発表行われますので、まあなんかこのね、ほんとこう瑞希の卒業発表があって、ちょっとこうね、気持ち的にもなんか
その卒業発表前がねされる前の気持ちでは同じような気持ちでは選抜だったら見れないですけど、うん、水木がどうなるのかっていう選択なのかっていうところをね、見届けたいなと、この選抜発表、今日のね選抜発表で見届けたいなと思うし、まあ、この卒業シングルっていう、もしねセンターになるっていうところで、水木がセンターになったらっていうところで言うと、まあ、アスカちゃん以来のね31枚目シングル以来の卒業センターシングルみたいなところになるのかなと思うので、まずは今日ねしっかり選抜発表、35枚目シングル選抜発表を見届けたいなと思います。まあ、こちらね一応生配信も予定しておりますので、一緒に見届けを生配信もさせていただこうかなと思いますので、ぜひね僕と一緒に、35枚目シングル、水木のね最後のシングルとなる35枚目シングル選抜発表を一緒に見届けてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。